セリーグ阪神3、ゼロヤクルト、2024年9月16日甲子園。阪神はヤクルトを3対0で下した。首位、巨人が勝利したためゲーム差は2のままだが、4連勝と好調をキープしている。先発大竹の回答が光った。6回3安打無失点。時に急速不明のスローボールを交える緩急自在の投球でヤクルト打線を翻弄。翻弄、した。今 2年連続の2桁勝利を達成した。打線は6回無満塁で前川が決勝点となる中木比を放った。2対0の7回には1・2塁から森下に中前的地打が生まれ、リードをさらに広げた。ヒーローインタビューにはゲラ、大竹、前川が登場。ゲラは8回の好頭に、チームの勝利に貢献できうれしく思うと手応え。3連投には、人生初、成し遂げられて嬉しいし、自信になる、と語り。 ファンにご声援ありがとうございましたと日本語で呼びかけた。大竹は2年連続の2桁勝利に甲子園での成績がいい。ファンの皆さんに力をもらっていると感謝。初回にいきなりピンチを作ってしまって前川選手に助けてもらったと西満塁での前川のスーパープレイに感謝した。前川は決勝点の犠牲フライに最低限の仕事ができたと胸を撫で下ろした。 大竹に感謝されたヤクルトの先制点を防ぐ好守備についても、大竹さんの時に迷惑かけたりしてたんで、取れてよかったと笑顔を見せていた。